福田原駅は千葉県東金市福田原にある東日本旅客鉄道東金線の駅である。当駅は1938年に開業したが、その後一旦休止され、1954年に再び営業が開始されている。短式ホーム一面一線を持つ地上駅。駅舎はなく、ホームにはその端から出入りする。ホームは6両編成までに対応する。 大網駅管理の無人駅で簡易追加改札機、乗車駅証明書発行機が設置されている。2007年1月に規制の待合所が取り壊され、一新された。待合所の一角にはトイレも用意された。2016年8月、暴風による影響で駅の屋根ガラスが破損したため、2017年2月より修復に着手しており、 2017年2月27日まで仮囲いが設置されていた。2002年に策定された東金市の都市計画マスタープランにて、当駅のホーム移転が位置づけられていたが、社会情勢の変化による人口減少等により実現困難とされ、第二次都市計画マスタープランでは除かれている。2006年度の1日平均乗車人員は578人で、ある。 千葉県東経年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。駅から大網側に200メートルほどのところにロータリーがあり、そこに駐輪場がある。駅の西側の西福病地区には住宅地が開発されており、国道を挟んだ駅の東側には古い住宅地が続く。小港鉄道の大網駅救命駅間の深夜バスも、 当場指定で校舎扱いを行う。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。